あたふたるみゲームズを楽しんで、ヘイ！こんにちは、あたふたるみゲームズの部屋へようこそ。はい、前回は真剣士かすみ研修を入れた編成で初めてライバル馬ちゃんに挑んでみたんですけれども、ズタボロの結果となりました。あつくんからもありがたいことにコメントでアドバイスをいただきまして、私がやってみたいかすみを入れた地の国2人以上のパーティーにするには、かすみを私のパーティーでいうとヒョウやクロトキの水の極意の人の後ろに配置することで、カスミンが地の極意になりますし、カヨウが地の極意なので、地が2人と水の極意が2人っていうのにも当てはまります。水の極意2人以上のカスミンのパーティーで自身の陶器増加量が 30% アップ、地の極意2人以上で戦場にいる剣士が奥義を発動させるたび自身の陶器が50上昇し、自身の状態上を解除ということなので、ダブルの効果でね、すごいなって思うんですよ。ただ、ケンシロウ無双転生に関しては、こちらは火の極意になりますね。いつもは、全部の4種類の極意を揃えてからのケンシロウにしてたので、これでどう変わるのかちょっとわからないんですけど、試してみたいと思います。相手は馬ちゃん、前回の勝者でございます。馬ちゃんにね、さらに差をつけられないうちに挑戦していきたいと思います。今回配置を入れ替えてみたパーティーで馬ちゃんに太刀打ちできるのか、さあ挑戦です。馬ちゃんもね、このカンゼルとカヨウの配置を変えるだけでルミネに負けちゃうって言ってたのでね、配置はね重要ですね。ではチャレンジしていきましょう。今回はリベンジすることができるのか、さあスタート。はい、私からの先行です。まずはサザンの奥義からのスタートですね。宝章十字砲、さあどうや。うん、あ、でね、前の編成の時はね、黒時も初めから奥義打てたんだけど、今回は出なかったな、残念。馬ちゃんの方は全然びくともしないですね。本当になかなか効果ないんですよ、効かない。うわ、ヒョウがね、やっぱりうちのヒョウがね、最近すぐやられちゃうのでね、ここをね狙ってくれる剣士がね、次出てこないかなと願っています。うわ、全然太刀打ちできないわ。ギャー、あーってヒョウがねいなくなっちゃいました。さあカスミン、お、タバコ吸ってんじゃないの。タバコのカスミン系、北斗百裂拳、わだだ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 、おー、わだー、27万でした。やられた。だが復活、お、最後の最後に倒しちゃってる。よし、あ、でも、あー、わー、残念、この編成でもダメか。
うまちゃんおめでとうございますということで、編成を変えてみたんですけど、うまちゃんに勝つことができませんでした。今回編成を変えてみてのなんか違いっていうのはそんなわからないんだけど、奥義が出しやすくなったような気がする、バンバンね。そしてね、練習試合をまたうまちゃんとしてみたら、なんと勝つことができたのでね、勝ってる動画もちょっと撮っていきたいと思います。ではルミネが勝てた時のバトルです、見ていきましょう。さあ、初めはどんな感じになるのかな。はい、ルミネの先行で、まずはサウザーからおなじみですね、奥義で、あ、他の人は出さない。まあ、さっきと同じ感じですね、負けた時と同じようなスタートです。これはね、練習試合だと自分で操作できないじゃないですか。オート嫌だなと思ってたんだけど、なんかね、雪かきでかなり指先がね、もう指が湧いてて、オート楽、ちょっとくつろぎながら見てます。お、全員奥義いい感じ、マックスじゃない。あ、原子の無双転生だけ下がっちゃった。まあここでガツンガツンといきましょうか。まあね、100% 馬ちゃんに毎回勝てるわけじゃないんですけど、この配置にすることでね、やっぱり何回か勝てるっていうことは、この配置でいきたいなって思いますね。前回はやっぱり何度練習試合挑んでも馬ちゃんに勝つことができなかったので、何回か勝つことができるだけでもやっぱり効果的なのかなって思います。やっぱり組み合わせがね、すごいいろいろあるので、試してみるしかないですよね。私はこうやって馬ちゃんとね戦ってチェックしてるんですけど、ルミネが勝ってても馬ちゃんが悔しくって、その先を行ってくれるから、すごく相乗効果でありがたいんですよ、良きライバル。本当にウマちゃんの火をしぶといんだよね。ちゃんと塩の人も守ってるし。お、消えた。残り剣士の名決まった。黒時が決めました。ということで、今回配置換えして勝つこともできました。本当、前のパーティーだと一回も勝つことができなかったので、やっぱりしばらくこれで新しい配置で行ってみたいと思っています。カスミを入れたパーティーの水2人以上、地2人以上の編成ですね。前回のパーティーはこちらなんですけどね、もう前回の動画で大失敗しまして、極意のねテロップを完全にミスしていました。海洋がね地、サウザーが風の間違いです。すいませんでした。でもね、優しく教えてくださってありがとうございます。相変わらず新年早々あたふたしてますが、どうぞよろしくお願いします。これからの戦略はですね、ぜひカスミンを覚醒していきたいと思います。さあ、それでどう変わるのか、カスミン覚醒でかなりやばいと聞きますので、めちゃくちゃ楽しみにしています。そしてね、ヒョウをどうにかしなきゃいけないなと思ってるんですけども、また考えて頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、また見てください。大柳、大柳ルミ子のオフィシャル YouTube チャンネルを最後まで見てくれてどうもありがとう。私の動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。おすすめの動画はこちらから、出演情報はブログにて更新中、概要欄のリンクからどうぞ。それではまた見てください。大柳。